ボイチェフ・バイスは、ヤング・ポーランド運動において卓越した、ポーランド人画家、ソビオカ。バイスは、オーストリア・ハンガリー帝国に亡命した、ポーランド人夫婦、スタニスワフ・バイスとマリア・コパチニスカの間に、ブコビナで生まれた。音楽の勉強を実施した後、パリ、ローマ、フィレンツェで美術を学び、ポーランドのクラクフ美術学校にて、レオン・ビチューコフスキに支持する。また1907年より、 同校の教授、学長を務める。青年期よりデカダン派の小説家、スタニスワフ・プシビシェフスキの芸術哲学の影響を受け、もともとは歴史や神話をテーマとした作品を制作していたが、後にエドバルド、文句、ヤゼェク・マルチェフスキらの多大な影響を受けて、表現主義的手法へと移行、後にウィーン分離派に所属した。とりわけ、雑踏でのスケッチ、 彼が住まいとしたストシジュフ、プワシュフ、カルバリアゼブジドフスカといった街の風景が、肖像画、ヌード絵画を得意とする。また写真にも、情熱を注ぎ、数百の家族写真を残した。また、ポーランドにおける、アール・ヌーボーのポスターデザインの第一人者でもある。晩年にはポーランドにおける、社会主義リアリズム海外のいくつかの重要な貢献を、果たした。 ボイチェフ・バイス彼の死後、作家名、アネリとしても知られる妻イレーナ・バイソワは、息子のスタニスワフと共に、クラックフに、ボイチェフ・バイス美術館の創立や、国立クラックフ美術館での常設展示の実現に、努めたが、当時は、双方ともやむを得ず実現しなかった。2006年、バイスの孫娘により、ボイチェフ・バイス美術館財団が設立されている。 バイスは、油絵、グラフィックデザイン、パステル画、水彩画、素描など多彩な作品を残したアーティストである。アカデミーでは、ヤゼク・マルチェフスキ、レオン・ビチューコフスキらに支持し大きな影響を受けた。バイスの初期作品は、サイドの抑えられた大敗的雰囲気を持つものであったが、1905年を、境に白を基調とするようになり、次第に、色彩豊かになってゆく。絵のテーマは、 風景やヌードが主であったが、より大きな作品に用いたのは、スタニスワフ・プシビシェフスキの三文子にインスピレーションを受けた象徴主義的な作風であった。カルバリア・ゼブジドフスカに小さいながら、絵のように美しい家を買ったことが、バイスの作家人生の転機となった。自然とより近くに触れ合うようになったことで、日本美術の影響が作品に現れ始めたのである。バイスは、 浮世絵など日本の基本画における美学を徹底して学び、そこから得た技法をポーランドの地で実践した。極東の美術に対する情熱は彼の親友でポーランド随一の美術品収集家及びプロモーターであったフェリックス・マンガ・ヤシェンスキに受け継がれた。1914年1936年1937年。ありがとうございます。